つねです。皆さんおはようございます。この動画を撮り終わったら多分すぐインスタライブをしなきゃいけないっていう状況です今。いろいろこうやることをね、すべて終わらした後にお風呂上がりにですね、最近グリーンラベルをね飲むのがねちょっとねハマってるんですけど、そのグリーンラベルのおつまみにですね、兄がキュウリをなんかこうナムルみたいに作ってくれてたのがあって、それをね今日はちょっと自己流に本当に男の料理でもう適当にボン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 やって作ってみたいなと。はい、今日はですね、つねずキッチンでございます。と言ってもまあキュウリを切ってジップロックにこう入れてもみもみするだけなんですけど、本当に美味しくてビールもすごいこう美味しく飲めるおつまみなので、そう、もしよかったら皆さんに真似していただきたいなって思ってます。はい、ということで早速つねずキッチンスタートしていきたいと思います。ここで今日やるんですけど、ちょっと机をね一回こう拭いてからやりたいと思います。じゃあ早速やっていきましょう。アルコールで今拭いてます。はい、じゃあ早速拭き終わったので、今からキッチンをスタートさせていきましょう。主役は揃いました。今日はねきゅうり3本使っていきます。もう今洗ってきました。必要な材料はこちら、じゃん、コチュジャン、そしてじゃん、ニンニク、じゃん、ごま油、じゃん、鶏ガラスープの素、そしてじゃん、塩で、今日はいつもボウルに入れて混ぜるんですけど、今日はこのジップロックに入れて混ぜていきたいと思います。じゃあ早速やっていきましょう。まずはキュウリのヘタ、ここをカットしていきます。こんな感じで、キュウリのいい香り。はい、そしたらピーラーでちょっとおしゃれにしていきます。おしゃれにしていくってなん、まあこんな感じかな。はい、適当にやっていきましょう。はい、こんな感じで食べやすい大きさに、だいたいですね、だいたいもうだいたいでいいんです。そしたらこれちょっと潰していきます。こうガングングンってこの包丁の腹で味が染み込むようにね潰していきます。で、もう潰したものからこのジップロックにどんどん入れていきましょう。今みたいな感じでどんどん潰していきます。うんうん、中身がピチュって出てきた。味が染み込むように。うわ、もう本当に男の料理だと思ってくださいね皆さん。温かい目でお願いします。はい、こんな感じでめっちゃ山盛り。潰したきゅうりをジップロックの中に入れたら、ここに調味料を入れて いきましょう。もう順番はもう適当です。量も適当です。まず塩、これに関してはもうほんと感覚。でもちょっとねやっぱね、塩辛いぐらいの方がビールのあてになるんですよね。鶏ガラスープの素入れていきます。こんなもん、もうちょい入れよう。こんなもん、ごま油、ごま油も多めに入れよう、大さじ2杯ぐらい。ニンニク入れます。このニンニクなんかめちゃくちゃ辛いらしいです。ニンニク山盛りでいこう。えっ、はい、こんな感じで。コチュジャン入れると本当に美味しいんですよね。どれぐらい入れるかはもうお任せです。こんな感じかな。ごま油もうちょい入れときましょうか。はい、もう適当です全部量は。シャッフルしていきます。はい、でこういう感じでもみもみしていきます。でももうすでに美味しそう。ほら、めちゃめちゃ美味しそうじゃないですか。もう超簡単じゃないですか。もうこれだけっすよ。もう男の料理、目分量だし。
毎日味が違うけど美味しさは変わらない、こんな感じになりました。はい、こんな感じ、結構いい感じだと思う。匂いがね、うまければうまいんですよね。はい、もうこれで完成。超早い。じゃあお皿に入れていきます。はい、じゃあこれを今からお皿に入れていきます。匂い開けて匂いが良かったらうまい説あるからね。今なんかもう適当に入れて混ぜ混ぜしたからうまい、あの匂いどうかわかんないけど、ちょっと漏れてるし、ジップロック。おっと、はい来た、はい来た、うまい、うまい、これはもう確実に。じゃあ食べていきましょう。やばいんですけど、部屋中ニンニクの匂いが半端じゃない。初めて作りましたよ、このもうサクッと本当に15分ぐらいできちゃうやつ。いただきます。はい、うまい。グリーンラベルが飲みたくなるやつ。やっぱりこうやって潰すと中まで染み込むのでめちゃめちゃ美味しい。うん、うま、味付け初めてなのに超うまい、完璧すぎる。もうちょっと塩入れてもいいぐらいですね。むちゃくちゃうまい。めちゃくちゃうまいぞ、これは。やばいぞ、やばいぞ、これは本当に美味しい。これね、本当に簡単だし本当に美味しいから、皆さんぜひぜひ試してください。あの量とかはもう本当にお好みで、あとはね、なんかこう白ごまとか、多分感覚ですけど白ごまとか入れたりしたらめちゃくちゃ美味しいと思います。ぜひ作ってみてください。はい、ということで今日はこの辺で終わりたいと思いますが、もしこの動画がよろしければグッドボタンをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。はい、皆さん最近コメントもたくさんいただいてすごく嬉しいです。いつもパワーいただいています。コメントの方もね、どしどし皆さんいろんなことを書いていただけたらなと思っています。はい、それでは今日はこの辺で終わりたいと思います。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。